神戸にて砂糖のいらないお菓子教室エミシャルムを主催しております久保田智美と申します。私が高子先生に出会う前に当時抱えていた悩みなんですが、他の方とは違って、私はその当時教室業というのを全く、していませんでした。これから何かね、自分で仕事としてやっていきたいな、だけど、ね、右も左もわからないので、もう何をしていいのかわからない、まあ、集客のことであったりとか、まあ、これから自分がどんな教室をやっていきたいのか、どうやって生徒さんを呼んだらいいのかっていうのをすごい悩んでいた、当時に、まあ、いろいろご縁があって、先生に出会ったのが、きっかけです。先生を、信頼できるなと思った、ポイントなんですけれども、その当時悩みを抱えていた時に、教室業をこう、ね、専門に、見てくださるコンサルタントの、ね、お仕事をされている方の存在っていうのを知りました。でこれからやっぱ自分が教室業をやっていく上で、お仕事として、ね、きちんと、やっていきたいと思った時に、ぜひこういった方がいるのであればお世話になりたいと思って、まあ、いろんなセミナーであったりとか他のそのコンサルタントさんに会いに、まあ、足を運んだわけなんですけれども、その時の他の方の印象っていうのは、こう教室 の, そのコンサルタントだけをされてる方っていうのが非常に多かったんですね。でその時にやっぱ先生は他の方と違うなと思ったのは、その当時ご自身でやっぱパン教室を運営されながら、コンサルタント業っていうのもこなしている方で、すごく驚きました。なので他の方とは違って、その教室をご自身で運営して、やっぱりそのデータであったりとかいろんなことをやっぱり分かった上でアドバイスをしてくださるっていう印象を受けたので、まあ、教室をこれからやっていく上でやっぱ教室をされている、ね、ちゃんと分かっている方からやっぱりいろいろと学んでいきたいと思ったのが、やっぱ先生にお世話になりたいなと思ったポイントです。でもう一つはやっぱりそのビジネスのね、その集客であったりとか、まあ、教室業のこととか、そうお仕事の面の話だけではなくて、何でもこなされる方だなっていうのをすごく驚きました。まあ、例えば写真であったり、まあ、ウェブの知識も豊富なのでホームページもできるし、デザインもできて、なんと今ではサックスまで吹いてしまうっていう、もう先生いつも一体何人いるんだろうって思う時もあるんですけれども、本当にその一つのことだけではなくて、同時にいろんなことが一人の方のところで学べるんだっていうのは、すごく私は自分の中でポイントで、まあ、高子先生にぜひお世話になりたいと思って決め手でありました。高橋貴子先生を他の方に、おすすめさせていただきたいと思う、ポイントなんですけれども、とにかく私たちのことを本当に常に、考えて行動してくださるっていうのが本当にいつも感激です。こんな方は他にいないんじゃないかってね、以前ある方に言われたんですけども、本当にその通りだと思ってます。すごく情熱的でもう熱い方だなと思ってます。出会った方、やっぱ全ての方をね幸せにしたいっていう考えのもと、やっぱり常に行動してくださるので、いつも本当にありがたいなと思っております。はい。で、毎月先生にねお悩みとかもアドバイスをいただくセッションの時間っていうのがあるんですけれども、これも私の中ですごく楽しみな時間の一つで、やっぱりこうモヤモヤっと自分がねその時に抱えていたことをこうご相談させていただくと、先生はやっぱその他の方と違ってこうちょっとね優しくオブラートに包んだ言い方ではなく、やっぱりはっきりとね、もう何でも的確にアドバイスしてくださるので、毎回やっぱセッションを受けるとすごく爽快感を感じて、すっきりして、あ、これから前に進んでいこうって思えるっていうのをすごいおすすめできるポイントだなと思っています。はい。で
先生にお世話になった中でやっぱ自分が成長したなって思うところも、そのお仕事の面だけではなくて、学びだけではなくて、日々のことですね、やっぱりそのメンタル面、まあ、マインドのお話とかもすごくアドバイスをくださるので、私自身もやっぱり先生に出会う前っていうのは結構ネガティブな性格だったんですけれども、まあ、今ではそんなネガティブなんですかって皆さんに驚かれるぐらいになるまで、やっぱ自分の中でその気持ちの面っていうのもすごく成長できたなと思っています。なんでお仕事のことだけではなくて、やっぱプライベートでもちょっと何かあったりすると、やっぱもっと前向きにすごく考えられるようになったので、ビジネスのことだけではなく、そういった気持ちの面でもやっぱりその学びを与えてくださるっていうのはすごく先生信頼できるし、他の方にお勧めしたいなと思えるポイントです。本当にもう先生と出会って、私も人生が本当180度や360度ぐらい変わったなと思うんですけれども、これからもやっぱり信頼できる方なんで、長いお付き合いができたら嬉しく思っております。